も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今のこの暑い時期に歌いたくなるのはやっぱりハワイアンソング、ウクレレとハワイアンソングめっちゃ合います。今回はですね、もうほんととろけるような、もうシルキーな、もうハワイアンソングのもう大定番曲いきます。はい、こちらドン、キモフラ、こちらの曲。まあ、一回は聞いたことあるんじゃないかな。もうほんとね、もうとろけちゃいそうな、もう素敵な曲。このちっちゃいウクレレで心込めて歌っていきましょう。はい。いつものように2バージョンでございます。最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にしているガズレレ流、超シンプル簡単バージョンでこのキモフラやってみようと思います。いつものことなんですけど、ガズレレでこのハワイアンソングやるとき、ハワイ語がよく出てくるときね、ひらがな表記にしてるんですよ。これが結構見やすいです。ハワイ語ってもともと文字がね、ない言語なんで、英語であってもね、まあまあ、当てはめてるってことで、ひらがな、これが見やすいんですよ。カタカナよりはね、はるかに見やすいと思う。ちょっと参考にやってみてください。はい、で、後半は、かっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは、ちょっととろけて、ちょっと跳ねてる、リラックスしたリズム。ここで歌うという、気持ちよさ。あと、コードもちょっとおしゃれなコード出てきますよ。はい、2バージョン。最後までぜひともご覧になってください。さあ、皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私音楽やってみたかったけど、今までチャンスがなくてできなかったですという方とか、楽器に昔チャレンジしたんだけど、難しくてできませんでしたという、そんな皆さんがですね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムめちゃくちゃ簡単なんです。このガズレレプログラムをね、もう世界中の方がもう何十万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできますから続いてください。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクを、ここにリンク貼り付けています。このリンク先にジャンプしていただいて、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐあっという間にできますからね。 YouTube 動画なんで完全無料。皆さん今すぐ音楽始めましょう。それではここからですよ。いってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるあらゆるジャンルの音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲もうアップロードされております。もうあらゆるジャンルですからね。ハワイアンはもちろんですけど、洋楽も J-POP も演歌もアニメソングももう何でもありますからね。ぜひ皆さんトライしてみてください。ちなみに今日みたいにハワイアンソング、ガズレレでもめちゃくちゃ取り上げてます。ハワイアンソングをまとめてるページ、ここにリンク貼っつけるときます。概要欄にも書いておきますね。はい、それでは今日のテーマソング、キモフラ、とろけちゃうようなハワイアンソング、ゆっくり初心者簡単向けバージョンの方からやってみます。1,2,3,4
けちゃうハワイアンソングの定番曲、キモフラ。ゆっくり初心者シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。もうハワイの風がこうファーッとこう吹き抜けていくようなね、あの簡単バージョンでも本当不思議にめっちゃハワイアン感出ますよね。やっぱもうメロディーラインと、まあ、言葉もね、ハワイ語結構難しいでしょ。ひらがなで表記しとくと結構読みやすいと、カタカナより読みやすいと思うんで、まあ皆さんちょっとねやってみてください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、詳しい方ね、今ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。本当はね4番まであるんですよ。これちなみに繰り返しになってるんですけど、今回の今のシンプル簡単バージョンは1番やって2番やって最後4番の一番最後のエンディングのところで終わっているというショートカットバージョンなんで、フルコーラスでやりたい方は3番4番コード進行一緒なんで歌詞を書き足してオリジナルバージョンでやってみてください。ちなみにこれから後にやる後半やるかっこいいバージョンではですね、ちょっとハワイアンアレンジで1番を2回繰り返した後2番をやって4番のエンディングというちょっとセミロングバージョンになってますね。いろんなアレンジ、ハワイアンでもいろんな方がこの曲カバーされてて、アレンジ もいっぱいあるんですけど、今回ガズレレでウクレレで気持ちよく、あのなるべく簡単にできるようにしたアレンジでお届けしております。まずはですね、今のシンプル簡単バージョン、これをですねガズレレ YouTube 簡単バージョンに合わせてコードとテロップが、あのテロップと歌詞が出てますからね、合わせて練習してみてください。一緒にできるのが1個目のゴールですよ。はい、シンプル簡単バージョンガズレレと一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまででもなかなかあの歌詞がハワイ語っていうのと、あとね歌がやっぱりさ、このあのイライラーラーとかここら辺がもうね、う裏声を使わないともうなかなかね、なんですけどこの歌が難しいんですけど、楽しいというか気持ちいいというか、まあ、もう気分に浸れるんで、まあ、もう全開であの取り組んでみてください。で一緒にねガズレレシンプル簡単バージョンの YouTube とできるようになったから、次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はですねガズレレ YouTube を見ずにですよ、自分だけで弾いてメロディーとリズムと音楽を生み出す、これをやってみてください。で、もうやっぱり最初のうちはね、楽譜を見て練習するのがいいと思うんですね。楽譜を見て自分でこう練習していって、いずれは覚えちゃって、それこそ次ハワイ行った時に、もうね、ダイヤモンドヘッドを眺めながらこれをこう歌ったりね、いろいろこうハワイの空を見ながらこう歌ったりできるわけですから、覚えちゃうのがいいと思うんですけど、まずは楽譜で練習しましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今ですね、画像はですね、見てください。ノートに自分で書いて、これを見ながらですね、今演奏していったんですね。で、この、もうちょっとしたらこのノートそのものをこんな風に写して、みんなもこんな風に書いたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これです。ドン。ガズクラブでございます。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のキモフラを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な数のね、ノート楽譜のストックがあるんです。そのストックの中から毎月5曲、皆様が、面白そうだな、この曲やってみたいなと思う曲をお手元にダウンロードしていただいて、もちろんこの楽譜は YouTube と完全連動なってますから、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のこともあの概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね楽譜を見てまいりましょう。
キモフラですね。定番ハワイアンソング、ゆったりとろけちゃうやつですよ、これは。はい。ここイントロですね。こうシンプルなイントロがこうありまして、ワンブロックコードが2個ずつここ入ってるんで、結構持ってるより忙しいと思いますけどね。で、ここに伸ばすとか書いてあります。ここはこういうとこご注目なんですけど、この楽譜の特徴としてはちょっと見てもらいたいの。ここ、くるっと下に囲って、この、ここはですね、上の段はシンプル簡単バージョン。下の段はこれからやるかっこいいバージョンで、ちょっと響きがかっこいいけど難しいコードっていうのを使います。今のは上の段です。後半やるかっこいいバージョンは下の段。これを覚えておいてください。じゃあ、こうやって写しとくので、一時停止してノートに書き出してください。それがですね、デモ演奏中のテロップを一時停止して書いていくのもいいと思うし、先ほど紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜のノートそのものをダウンロードしていただくのもすごくおすすめです。ちなみにこのノートの特徴ですけど、もう一個。このバツがあったり、この上に、言葉の上に点があるでしょ。これがすごくリズムをね、測るとき、役立つはずです。ワン、ツー、スリー、フォー、イチ、あー、いいな、いいな、うーか。この点でリズムを測ってます。これも参考にしていただければと思います。はい、じゃあ、まず1番。一時停止です。はい。で、今やったシンプル簡単バージョンは1番やった後すぐ2番に行ったんですけど、かっこいいバージョンはここ、かける2って書いてあるから、ここ1番2回繰り返して2番に行きます。はい。これ、ちなみに1番と2番、コード進行は、まあ、本当に一緒なんで、歌詞が変わるだけですね。なので3番4番やってみたい方、この歌詞じゃない、コードを書き出して歌詞をこう書き加えていくとオリジナルの楽譜完成です。はい、じゃあ2番ですね。まあだからここちょっと最後にここのエンディングのラストのパートを加えてるんで、ここだけちょっとコードが1番とは違ってきますけど、まあほぼ一緒ということです。はい、じゃあこれも一時停止して書いていってください。はい。そしてここ最後、ラストなんですけど、ここ最後、4番の一番最後の部分をちょっと繰り返して、エンディングとして、ラストのパートとして、ガズレレオリジナルアレンジで加えてみました。という流れになっております。はい。それではコードをちょっと見ていきましょう。ここに赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンで使う響きがちょっとかっこいいんだけど、抑えるのちょっと難しいコードなんで、後で解説しますね。はい。今映ってるこの8個のコードが、今やったシンプル簡単バージョン、結構コードの数多いんですけど、ちょっと一応見ていきましょう。C と Am と A7 と F、Dm、D7、G7、C7 です。これよく見てもらったらわかるけど、めちゃくちゃ簡単コードばっかでしょ、これ。ここの3つ、指1本。ここも指1本だもん。なんでこれもうね、ガズレレではおなじみのめちゃくちゃ簡単入門コードのグループなんで、安心してください。その簡単コードのグループっていうのはこれです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってる皆さんに、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。今日そのうち8個出てくるわけですけども、10個も覚えなきゃいけないの大変じゃないかと思うかもしれないんですけどですね、安心してください。入門コードなんで1個ずつそれぞれ見たらめちゃくちゃ簡単なんだけど、いっぺんに10個覚えようと思うとちょっと頭なかなか混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っつけておくんで、これ必見ですよ。めちゃくちゃ面白いから見てください。はい、そういうわけで今のシンプル簡単バージョンはこの8個のコードを使ってゆっくりと4つ抜きで演奏したよということなんですけれども、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうかなと思うんですけど、いつもここのタイミングでガズがちょっと言いたいのはやっぱり歌の確認。これもですね、ハワイ語じゃないですか。やっぱりね、言葉も全然わかんないんですよね。だからこそですね、歌詞の和訳、もうホームページを、見てみてください。キモフラ歌詞とか、検索、Google 検索とかしてもらうと、もう優しい方々のこう和訳のホームページがいっぱい出てきて、僕もそれを見てですね、あ、そういうことなんだ、歴史が人の名前なんだなとかいろいろ勉強になりますから、そういう思いとともにやっぱり一緒に歌うというのが一つと、あとはやっぱりね、この言葉が難しいのと、あと言葉のタイミングね、これ結構難しいですよ。なので、じっくり言葉のタイミング、確認してやった方がいいと思います。例えば、ここのところ、に、いけおからうとか、この点でね、タイミングを測るとか、この結構ね、この知らない言葉の単語のこのタイミングってね、なかなかね、自分のものにするの難しいと思うんで、僕はこう赤ペンで線を入れたりとかして確認してますけど、言葉のタイミングとメロディー今一回確認してもらって、次のかっこいいバージョンもね、やっぱリズムが加わってくるとまた急にとろけ出すんでね、もうテーマはとろけるですから、はい、かっこいいバージョンの解説、今からじゃあ入っていきます。かっこいいバージョンでは1個コードが追加されます。はい、これです。F マイナー。このコードはね、よく出てくるんですけど、初心者様が引っかかる有名なコード。はい、押さえる場所、ここと、ここと、この3箇所。こんな風に押さえるのが、教科書通り。いいコードな、これ。これいいコードなんですけど、ちょっと押さえるの難しいでしょ？ね、小指がキュッとこう広がる感じ。なんですけど、ガズはですね、ちょっと見て、この一番上のこの部分を親指で上からこう押さえちゃいます。
これどちらでもいいと思います。親指で押さえたいなと思う方は手首をちょっと上に。で、人差し指でこう押さえたいなという方は逆に下に。これコントロールしてご自身でどっちか、弾きやすいなと思う方で、練習してみてください。さあ今日はね、やっぱり一番大事になるのはやっぱ今日リズムですね。今日出てくるリズムはね、これはね、ちょっと一言では表現できないんですけど、あえて表現していきましょう。はい、これ。8ビートで親指でとろけちゃう感じのやつということですかね。で、しかもちょっと跳ねてるリズムなんですよ。ちょっとね、こう、シャッフルといってリズムが跳ねて、ちょっと跳ねてる感じが出るとすごくかっこいいかなというふうに思います。ひとまずは参考になるリズムは、やっぱ8ビートかな。8ビート。これ基本のリズムなんですけど、この8ビートをまずマスターしておいていただきたいと思います。このね、リズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にね、8ビートというリズムの弾き方、解説、濃厚解説動画があるんで、これは基本中の基本のリズムなんで、まずそこをマスターしてください。でも今日はね、ちょっと雰囲気が違う。さっきから何回も言ってますけど、今日のこのキモフラっていう曲は、ほんととろけちゃいそうな、もうゴージャスで、シルキーな、もう蜂蜜のような、こう、ブランデーみたいな、そんな香りがちょっとね、イメージを持ってもらうといいと思うんですけど、その時にですね、親指を使った8ビート。しかもちょっと跳ねてる。親指でとろかすっていうのはね、こういう感じです。C で弾いてみましょう。斜めに、こことここを斜めにこうイメージですよ。それで時間を稼ぐ、ドロロロンってやりながら8ビート、ドランダンダンダン。でしかもリズムも普通の8ビートだと、ダンダダンダダンダンダダンダダンではなくて、ちょっと跳ねてるんですよ。トロンとタスタタスタタスタ、ドランダンダンダン、ドランとろろっとするでしょ。このイメージを頭に持っといて、こうとろかす。はい、これが表現したいです。ちょっと C で練習してみましょう。ワン、ツー、サン、シでございます。で、ワンブロック2つになると結構忙しいんですけど、ちょっとイントロでじゃあ練習してみようかな。イントロのコード出します。はい。こんな感じ。忙しいんですけどね。毎回こう、ワンブロック2個の時は、コードが変わるたびに親指をドロロンと入れてあげても大丈夫かなというふうに思いますね。そしてワンブロックにコード1個の時は、さっきも練習しましたけど、せーの、は、ないないな、こんな感じでドロロン。はい、この F から F マイナーのこうとろける感じがもう最高なんですよ。ちょっとやってみますよ。 F からいいでしょ。はい、この F から F マイナー、こういうのがねいいんですよ。で、ワンブロック2個になったら、ジャンダンガズランダンガズランダンガズランダン、毎回とろかせる。はい、これはちょっと慣れが必要だと思うんですけどね。もうちょっと落ち着いて、こうリズムが速くならないようにゆったりこうできるように練習していきましょう。で、これはですね、もうほんとシンプルに、淡々とこれを繰り返していくだけなんですね。だからこれハワイアンの良さって、この、ほんと淡々とこう、紡がれる、こう、音の、演奏の音色の中で、このボーカルが、すごくこう、なんかもう鳥が飛び跳ねるみたいに、こう、自由に歌ってます、みたいな。なんでこのボーカルもすごくアドリブを聞かせる感じ、いろんなシンガーさんがカバーされてますけど、やっぱそれぞれの、なんていうのかな、アレンジがすごく加わってて、伸ばすところのとか、言葉のタイム、結構いろんな方のね、カラーが出てますんで、それぞれ皆さん、それぞれの好きなアーティストの、いいところをこう、自分でミックスして、オリジナルアレンジで、歌ってみるのをおすすめします。そういうのもまた楽しいですからね。あとはさっきも言ったけど、歌詞の中身をこう、ぐっとこう、イメージとかね、頭の中でハワイの景色をイメージしながらやるとかいうのももう大事だし、あとは体をゆったり、とろかす。体もこう、とろけるようにゆったり、もう筋肉、こう、力入れてるとね、演奏も硬くなっちゃうんでね、リラックスして、とろかしていきましょう。それでは、キモフラ、ガズレレ流かっこいいバージョン、とろけるようにシルキーにやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。
定番ソングキモフラ、気持ちがいい、このとろける感じがもうさらにパワーアップします。やっぱリズム加わると本当にこうなんていうのかな、もうクーンっていう感じ、風が吹き抜けるイメージ、このイメージを持ちながらこれ歌うのね、気持ちがいいので、ぜひちょっとじっくり時間かけてものにしていきましょう。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので、皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にねガズレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこうにじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこうイベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のことここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね、待ってますよ。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしといてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。